こんにちは、特急にひょうすけです。今、宮崎県日向市オクラガ浜に来てます。これから五ヶ瀬の方まで行ってみたいと思います。行ってきます。シスパパ、オクラガ浜はしっかり検温をしてくれます。ここで車をずっと走らせて、ここの停車位置で名前とか住所とか電話番号、検温をしてもらいます。しっかりしてますよ、安心です。駐車場はかなり広いです。かなりの台数止めれると思います。はい、今日はケイ様がお弁当を作ってきてくれました。今日はサラダもついてます。海を見ながらみんなで食べます。いただきます。はい、いただきます。はい、食べましょう。いいね、踏みながら食べるの。うん、うまい。うん、うまい。うまい。うん。ありがとう。パパはサラダから食べます。この間 YouTuber のババさんから習ったんで野菜から食べます。うん、うまい。うん、うまい。せーせー。ねっておいしい。ねるねるねるね。ねるねる。最近ハマってる炭酸水です。47円です。わーい。せーの。ごちそうさまでした。おいしかったです。おいしかったです。はい。宮崎県日向市の自慢の海です。自慢の海です。はい、ここはオクラガ浜っていいます。多分距離は4キロぐらいあるのかな。だいぶ広いです。サーファーに大人気です。皆さんもよかったらサーフィンしに来てみてください。これでどう？おサーフィンの後は、シャワールームっていうかね、シャワーするとこあるみたいです。これシャワーするとこです。トイレもあります。自動販売機もあります。サーフィンの後も安心ですね。シャワーはワンコイン。日向市はハマグリが有名なんですけど、ハマグリは取ってはいけません。貝掘りの名人です。おーおー、うまいうまい。うわー綺麗ね。ね、わーすごい綺麗綺麗、光ってるね。ピカーン、光ってる。何してんの？え？何してんの？わあ、いっぱいポイした。結局貝は置いて帰ることになりました。ちゃんちゃん。浮かせに入りました。出てました。浮かせはもう山の中です。
ガソ神社と除染寺寺に来ました。今から行ってみたいと思います。行くぞー。さあ行くぞ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ行くぞ。やっとこじゃんけんティーティリリティーティリリティーティリティーティリじゃんけんポン。
今日という日を楽しんでね。